取りました横浜です。もう一度またその遠藤のサイドを使ってきます。ここは遠藤が追いつきます。対応に入るのがハチスカ仙台。フリーで受ける中を見た山中のクロス、前足を伸ばして2点目。前半の11分、素晴らしい。今日センターフォワードで起用された伊藤のゴールということになりました。ここもサイドからの崩しです。いやー、まあ、今の天野選手からのね、はい、遠藤選手に入ったボールですけど、はい、非常に柔らかくてね、でここからですよね、このクロス。いや、非常に素晴らしいクロスですよね。そしてうまくディフェンスの前に体を入れました。これはキーパーと、まあ、大岩選手ついてましたけど、まあ、対応しづらいですよね。あ、そうですか。ニアにやっぱりこうやって潰れて入ってきてくれた、伊藤選手に対してはね。伊藤はこれ